どうもどうも、白玉です。今回遊び場に持ってきたのは、こちら6種類のガチャガチャたち。最近入荷したばかりのガチャを含め、白玉が気になったものをピックアップし回してきました。早速、一つずつ見ていこう。まずは最近入荷したものから開けていきましょうか。このラメがかってるカプセル、ちょっと珍しいですよね。開封。君は誰だ？君イケメン？マスコットフィギュア。醤油顔イケメン、爽やかイケメン、眼力強しソース顔イケメン、童顔砂糖顔イケメン、韓国風塩顔イケメン、そしてワイルドイケメン。僕が今回、白玉が当てたやつですね。こちら、販売元は株式会社クオリア。開けていきましょうか。おお、確かにこいつはイケメンだわ。ワイルドだろう。タイプ的には生卵タイプと目玉焼きタイプとゆで卵タイプがあって、白玉が当たったのはゆで卵タイプですね。真横から見るとこんな感じ。ゆで卵をちょうどこう半分にカッティングしたような感じですね。この半熟具合、いい顔色っすね。平面に置くとこんな感じ。こう、あお、くる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 っと回して遊ぶこともできます。俺はゆで卵イケメン。君が傷んでるだろう。ワイルドだろう。続いてこちらも最近入荷。チョコバナナアニマルズ2。ペンギン、イルカ、ゴマフアザラシ、タコ、ダイオウグソクムシの5種。チョコバナナが動物になっている可愛らしいマスコットボールチェーンです。ダイオウグソクムシに関しては全面チョコレート。販売元は君と同じくクオリアさん。白玉的にはペンギンかイルカが欲しい。そんな白玉が引き当てたのは、こちら！おー！イルカちゃん！ドルフィンキックなウサギちゃん！いざご対面！うい！うわ、かわいい！すごいかわいいですね。うわ、すごい！こんな感じでバナナに切れ目が入っていて、切れ目が入ってこうパカッと開いた皮の部分が、このイルカのなんて言うんですか、ヒレとこの尻尾、の部分になっていると。そしてこのイルカの口の部分、ちょうどバナナの緑色のところになっていて、すっごくチャーミングですね。この口のさ、なんとも言えないこの形、この可愛らしさ、いいね。チョコバナナならではのこのチョコの部分と、この粒チョコの部分、これがまた模様としていい味出してますね。ボールチェーン付きなので飾り映えもバッチリです。続いても最近入荷のマスコット系。パカリ。 You Man。 麺になって愛されたい。ミートスパゲッティ You Man。 ラーメン You Man。 ザルそば You Man。 焼きそば You Man。そしてカレーうどん有名の5種。麺が幽霊になっているマスコットで、この持ち上げられている感じがとっても可愛いですよね。販売元はタカラトミーアーツ。白玉が引き当てたのはこちら。じゃっじゃじゃーん、ラーメン有名です。最初こうやって入ってたからキノコかと思った。ご覧ください、腕を組み男気あふれるラーメン有名。この腕を組んでるのがまさにラーメンって感じで、すごくいいですね。そしてこの卵、ネギ、チャーシュー、メンマに海苔と、こうたくさん具材が入っている感じ。スープはこれ豚骨かな。俺を食えって感じっすね。この箸で持ち上げられている感じがすっごくリアルで、幽霊のこうおどろおどろしい感じとすごくマッチしていて、ビジュアルかなりいいです。
白玉的おすすめポイントは、この頭に横からブスッと刺さってる一本のメンマ。なんか耳みたいでチャーミングじゃないですか。これちなみに説明文もいいんですよね。ラーメン有麺は男気あふれる有麺、汁まで飲み干すと笑顔が見れるらしい。見たいな笑顔。あとざるそば有麺とかは恥ずかしがり屋な有麺、早くそばつゆにつけてほしいみたいだ。だからこう恥ずかしそうなね、こう感じになってるとか、焼きそば有麺はお祭りをこよなく愛する有麺、ポイ捨てするやつは許さないとかね。このお皿ね、お祭りでこう道端に捨てていくやつとかいるからね。リーフレットにこういう設定とか書いてあるとなんかすごくいいですよね。ここからは新商品じゃないけど白玉が気になったものをピックアップ。まずはこちら、風の強い日。逆風の中、それでも彼女は歩みを進める。強風で傘がひっくり返ったその瞬間、何かが顔に張り付いてきた。これは運命の出会いか、それとも、カラス張り付く、カエル張り付く、ソフトクリーム張り付く、卵張り付く、ビニール張り付く。強風で飛んできた何かが少女の顔に張り付くっていうフィギュア。これ面白いですよね。販売元はタカラトミーアーツ。さっき紹介したユーメンも、この風の強い日も、パンダの穴っていうところが、企画しているみたいですね。白玉が引き当てたのはこちら、カラス張り付く。うおー、すごい躍動感。この髪がわざーっとね、顔風に煽られてなびいてる感じと、こうね、カラスもすごい顔してますよね。まさか飛ばされてこんなことになるなんて。わかりますかね、カラスの羽にこう吹きつけられる水滴、そしてこのね、傘の部分に雨粒と、そしてカラスの羽がファッとついてんの。いやー細かいね。少女の髪の毛にもちょっと濡れたような感じが施されています。専用の台座がついてくるので、ここにこうやってセットして、こんな感じでね、置いてディスプレイしておくことが可能です。いやこれいいね、この躍動感たまらんですね。続いてはこちら、ボノボのコミックポーチコレクション全7種類。販売元は IP4 株式会社。ボノボの白玉知ってはいるんですけど、漫画を見たことはないんですよね。お、ポーチはこんな感じですね。おお、ボノボの、これは25巻ですね。こちらを回した理由、これなんといってもですね、このポーチのチャックを開けると、見てください、本当に漫画がプリントされてるんですよ。これすごくないですか。これおそらく本当に25巻の116ページと117ページなんですかね。お父さんの家、こっちはお父さんの家にするといいよ。あ、そうか。うんうん、これはいい。ね。こんなこともできるし。こんな風にもなれるし。これも面白い。あ、これはいいよ。すぐ握手できるし。うんうん、すごくいいぞ。なんかすごくほのぼのとしてますね。ぼのぼのってこういう感じなのか。家っていいな。家っていいよね。雨が降っても濡れないし。風が吹いても寒くないし。上に乗られても苦しくないよね。このポーチなんですけど、漫画本っていうか単行本ですね、とサイズがバッチリなので、こんな感じでね、ブックカバーとしても機能します。これを開けると、こうやって読めるわけですね。で、ちゃんとしおりもついてるんで、もうこれブックカバーに使えって言ってるようなもんですよね。そして最後は、実は一番期待しているこちら、楽屋弁当。こちらの5種類が書いてるんですけれども、実際にテレビ局の楽屋とかでお弁当を提供してるところなんでしょうね。それでは開けていきます。オープン。
なんだ？ん？お、とんかつ、カツサンドだ。おお。ラインナップはこうなっておりました。オーベルジーヌ四ツ谷さんのチキンバターライスとポテト付き。浅草今半。牛肉汁うまそう。おつな寿司のいなり寿司。喜三飯店ですかね。お弁当 B。とんかつ米線。あ、これが当たったんですね。ヒレカツサンド。ヒレカツか。美味しそう。裏には実際のお弁当の写真が載っておりました。さーて、中身を取り出していくぜ。箱は組み立て式。この裏面のところ、まんま本当にお弁当のやつが書いてありますね。組み立てるとこのような感じ。ヒレカツサンドは3つがくっついてるのと、それぞれ1個ずつに分かれているのが3つ。これをね、箱に入れていきます。全部箱に入れるとこんな感じ。なんとお手拭きと紙袋もついてきます。お手拭きの裏側も多分これ、文言そのまんまですよね。お手拭きってこういうところに差し込むのでいいのかな？あー、ぽいぽい。おいみんな、ご飯にしようぜ。今日のご飯はカツサンドだ。ちなみにヒレカツサンドのセットにはこういうフィルムシートも入っていました。これをペラッと剥がして、こうやって包み込むフィルムシートみたいですね。おお、これかなり本物感あるんじゃない？反対側はあえて貼らないでおこうかな。はい、ということで白玉が回したガチャガチャ6000、いかがでしたでしょうか？またね、新しい商品とかが入荷しましたら、いろいろと回して紹介していきたいと思います。それでは次の遊び場まで。またね。